ノックアウト、完勝の鈴木千尋ライジン王者クレベルに挑戦アピール、二刀流を貫きます。キックボクシングイベント、ノックアウト、5日の国立代々木競技場第2体育館大会で、ノックアウトブラックスーパーライト級王者、鈴木千尋、23、が南米の7冠王マルコスリオス、アルゼンチン、に完勝した。南米7冠王を全く寄せ付けなかった。ゴングと共に前に出ると、強烈なパンチをヒットさせてぐらつかせ、ハイキックもヒットさせてからラッシュで最初のダウンを奪う。さらに再開後には左右のフックを見舞って吹っ飛ばし、約1分で KO 勝ちを収めた。試合後、興奮のるつぼと化した会場のど真ん中でマイクを持った鈴木は、本日の MVP、鈴木千尋だぞ。と絶叫だ。さらに観客に感謝を口にした後、MMA のチャンピオンになって、ノックアウトのベルトも守って、二刀流を貫きます、と宣言。そして、リングサイドで観戦していたライジンの榊原信行セオに向け、ライジン、クレベル選手とタイトルマッチをやらせてください、と、ライジンフェザー級王者のクレベル小池への挑戦をアピールした。ノックアウト、ライジン5連勝中の鈴木千尋が、南米の強豪、46秒で両陸レベル戦時起訴。キックボクシング、ノックアウト、5日、国立代々木競技場第2体育館。ライジン5連勝中のノックアウトブラックスーパーライト級王者鈴木千尋、23イコールクロスポイント吉祥寺、が、南米の強豪、を46秒で倒した。過去7タイトル獲得の経験を持つマルコスリオス、23イコールアルゼンチン、と同級3分3回、延長1回、で激突。右からの左フックで1度目のダウンを奪うと、立ち上がってきたリオスと打ち合い、最後は右拳で仕留めた。3800人満員の会場からの大歓声を心地よく浴びた鈴木は、また一つビッグイベントでメインの仕事ができたかなと、ノックアウトは強え、と思いました、と満足顔。秒殺 KO したことにも、いつも1回 KO を宣言している。倒さないと、団体名が、ノックアウトなのに、おいおいおい、となるから倒さないと、とノックアウトのメイン役らしく強調した。ライジンで総合格闘技、ノックアウトでキックボクシングの、二刀流、を突き進む。昨年1月のタップ論戦以来となるキックルールとなったが、次は MMA、総合格闘技、のタイトル戦、とターゲットを絞る。視察していたライジンの榊原信行セオに向け、ライジンフェザー級王者クレベル小池、33イコールブラジルの名前を挙げ、タイトル